はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。さあ、郷原さん、年の瀬も押し詰まってこんなニュースが飛び込んできました。今日のテーマはですね、安倍元首相再度の不起訴でも桜を見る会、国会虚偽答弁の罪は消えないというお話なんですけれども、もともとね、安倍さん、検察が、不起訴にしたものを、検察審査会がですね、不起訴不当の、まあ、議決を受けていたということなんですが、それを再度不起訴にしたということが、方針を固めたということが、まあ、今朝の新聞に出ていたということですね。ということですね。この不起訴自体はですね、はい、まあ、確かに致し方ないかなと思うんですよ。なるほど。というのは、ここで問題にされているのは、桜を見る会の前夜祭の夕食会で、はい、ホテルニューオータニのね、はいはい、もう大変豪華な、会費が5000円だったという話ですね。豪華な、ね、はい、会場で5000円で立食パーティーを、5000円の会費で開いたと、はい、でそれをさらにその安倍事務所の方が負担をしてたという話ですよね。はい、まあ、5000円じゃとても足りないというね。はい、でその分を、寄付したことになるんじゃないかと、はいはい、もうこれはもう地元の、ね、支援者の人たち、もうおじいさんおばあさんも含めてね、もう昔からの支援者の人たちがたくさん呼ばれてるわけですから、はい、そういう人たちにもてなしをしたんじゃないかと、この会費以上のね、そうですね、その振る舞いをして、となると、有権者に対する寄付にあたるという疑いがあるという問題だったんですね。そうですね。ただ、まあ、この検察の判断が、まあ、その一人一人で見たときに、立食っていうのは、まあ、たくさん食べる人もいるかもしれないけども、まあ、ほとんどね、まあ、食べない人もね、料理には手をつかない、つけないで話をしている人も多くて、その5000円の会費以上のもてなしを受けたという認識がなかなかこう取れない、なるほど、そういうことですね。はい、まあ、それはね、最初から、なかなか難しいなとは思ってたんですよ。私もね、一人一人寄付っていうのが立証できるかなっていうことは確かに言えると、ただ、これ重要なことは、この問題はごくごく一部なんですよ。桜を見る会ね、疑惑のね、桜を見る会問題っていうのは、はいはい、もっと山ほど問題があって、そうですね、それで説明ができないようなものがいろいろあるんです。それに対して当時の安倍首相がもう嘘、ごまかし、詭弁、もうあらゆることをあらゆる手段を尽くして、もうその責任を逃れようとした。そうですね、法的責任がないと、政治的責任までないような逃げ切り方をしていた。そうですね、それがこの検察が捜査をしたことによって、重要なことが明らかになってきて、で最終的には118回も国会で嘘答弁をしてた、虚偽答弁をしてたということが明らかになった。それなのにろくな説明もしないまま、そのまま逃げ切ってしまって、でなんかもう選挙が終わったからもうそれは何も関係がないようなね、そんな態度を取り続けてると、それが問題なんですよ。まあ、そういうことですよね。このね、今回のこの不起訴っていうのは、まあ、別にそこはそんな大した問題じゃない。もしむしろそれ以上に問題なのは、まず第一に、この桜を見る会の前夜祭っていうのは、安倍晋三後援会主催となっているんですよ。はいはい、そうですね。そうであれば、その主催者がいくら費用がかかった、いくらその失踪、いくら失踪してどれだけ収入があったのかということを収支報告書に記載しないといけないじゃないですか。なるほどなるほど。会社いくら取ってね。ないわけですよ。いや、それをね、その質問されて、安倍首相が何て言ってたか。いや、なんかホテルと直接取引したとか、それとホテルが主催者で、あと一人一人5000円の会を取ってた。だからもうその安倍晋三後援会も安倍事務所も直接関係ないと、単に会費の5000円の宴会が開かれただけだと、こんなこと言ってたんですよ。言ってました言ってました、確か。それが大嘘だったっていうことが分かったんで、あの秘書がね、政治資金規正法違反で起訴されたわけです。そういうことですよね。それは その秘書から確認をして、その答えないでね、ホテルが主催者だったと答弁したのは、
安倍氏ですよ、うん、その通りです、はい、うん、でしかもその時に5000円で賄えたんだという説明をしてたんです、ね、ずっとしてました。5000円、はい、その範囲、そもそもこの補填なんてしてないっていうのを言ってましたよね、でホテルの主催だし、はいはい、全く自分たちはお金も出してないし、はい、うん、主催も自主的にはしてない、うんうんうん、こういうこと言ってたわけですよ。全部嘘じゃないですか。全部嘘ですよ、はい、全部、はい、それでしかも、うん、その5000円で賄えたという説明をしてたことについても、うん、後で虚偽答弁だったということが分かって、うん、ちゃんとその補填してたことが分かって、うん、その時の説明、うん、秘書に5000円で賄えたんだねって言ったら、うん、はいそうですと言ったと。はい、それで それをそのまま答弁したと。それはね、確認したと言えますか。だって5000円で賄ったことにしてるわけですよ、まあ、そうですね、しようとしてるわけですよ、うん、5000円で賄えたことにしようとしてる人から秘書が5000円で賄えたんだよねって聞かれて、うん、いや賄えませんって答えますか、うん、まあ、答えないでしょう ね、うん、いやね、そういう当たり前のことでほとんど声に近い嘘答弁を重ねてきたわけですよ、うん、それでもうその政治の場ではね、国会の場ではもう自民党がね、もうあれだけの多数を握ってるから、うん、もう追及が結局それで終わってしまった、うん、で最後、うん、司法の場での追及が検察の手によって行われたんだけども、うん、まあ、秘書は、起訴はしたんだけど、うんうん、それについて安倍首相の共謀は認められなかった、うんうん、ということ、しかしこの点はどうなのかと、うん、捜査が不十分だと、うん、いうことで、この5000円を上回る部分について寄付なんじゃないかという疑いが最後に残ってた、うん、その捜査が不十分だとされた点について、今回検察がやっぱりちょっとこう一人一人のね、うん、認識として5000円を上回るもてなしを受けたということを立証するのは困難だということになった、うんうん、まあそれは結論としては致し方ないとしても、うん、それまでの大嘘の、うん、罪が消えるわけでは決してありませんよ、うん、 そうですね、そのことを改めて声を大にして言いたい、うんうんうん、そうですね、ということなんです、うん、で しかもこの問題っていうのは前夜祭の問題だけじゃないわけですよ。そうなんですよ、もともとそうですよね、私もう何回も言ったじゃないですか、うんうん、そもそも私も2回桜を見る会にね、うん、参加したことあるんですよ、はいはい、そんな食い物なんかないですよ、うん、普通の時間に行ったら、はい、何もなかったですよ。あ、それを後から聞いたら、もう先に入ってる人たちがいて、本来のその開演時間前に、うん、もう講演会の人たちをバス何台かに乗りつけて、うん、もう、まあ、食ってたらしいじゃないですか、飲んだり食ったりしてた。だ結局コーヒーを使ってそんなねもてなしをしていたと、うんうん、そのこと自体が問題なんですよ、まあそうですね、コーヒーを使ってやった、ね、しかしこのコーヒーの部分っていうのはもう政治的にはもっと道義的には大問題だし、うんうん、その通りです。もうこんな首相を許せるのかとみんな思うのは当然なんですけども、うんうんうん、残念ながらその、まあ、国がやってることで、うん、それ自体が罪問えない、うん、そのもてなし自体も、うん、安倍氏自身がもてなしたんじゃないから、うん、あそういうこと、国の金でやってるわけですから、なるほど、国の金を使う権限があるわけですから、うん、だからどうにもならなかった、うん、それで前夜祭のところが問題になり、前夜祭についていろいろ私も徹底的に盤面解説までやってねやってね、これは逃げられないんだと、積んでますっていう説明をしてきたじゃないですか、うんうん、そうですね、それで結局本当は全く逃げる余地もないようなところを結局、うん、まあ虚偽答弁で逃げて、 その虚偽答弁が明らかになるや、うん、十分な説明責任も果たさないで今に至ってる、うん、それが問題なんです、うん、そうですね、改めてそれを思い出してもらいたい、その通りです、ということなんです、うん、そうですね、まあそのね、本ちゃんのその桜を見る会だと、まあ、そもそもその参加者名簿というものが、まあ、破棄されたりとかですね、です本当にいろいろ、これが本当になんていうか先進民主主義国家であるのかということを疑わせるようなですね、まあ、ことも次々と起きていたという、そうなんです、まあね、だからちょっと振り返ってみるとね、いろいろ森友家計、うん、そして桜を見る会っていろんな問題がね、はい、うん、国会で追及されて、私はやはりちょっと野党の問題として追及の仕方にいろいろ問題があるんじゃないかということは言ってきたわけですよ。
問題の本質に迫らないで、そうですね、どうもその安倍首相に結びつくところだけをね、うん、取り上げて追及しようとするから、うん、やはりその国会での追及が効果的なものにならない、うん、という問題は森友問題でも、うん、この加計学園問題でもあった、うん、そうですね、しかしこの桜を見る会問題は、うん、もう問題の本質そのものが、うん、権力によって公的行事が歪められたって話だし、うんうん、そのことに加えてそういう政治資金規正法違反や公選法違反の問題が出てきても嘘に嘘を重ねて逃げ切ってしまう、うんうん、ということの問題だから、これはひとえに安倍氏、うんうん、安倍元首相の問題です。そうですね、そのことをね、うん、やはりもっと重く受け止めてもらいたいですね、うん、そうですね、まあ、あのいずれにしてもですね、こう国会で嘘を重ねるという、はい、そういう大罪を犯しているというね、その事実は、はい、検察が今回不起訴にしようと何しようと、はい、全く関係ないということで、消えません、はい、はい、今一度思い出していただければなと思います。それではまた次回。